スパイダーマン、来てくれたんだ。祖父のアールを探してるの。ここで誰かと会う予定だって言ったまま姿を消しちゃって。お願い、見つけてくれる？何か手がかりはある？この写真だけ午前中ずっと眺めてた。これ見覚えある。展覧会かな。60年前に撮った写真みたいだ。ちょうど季節も今くらいだね。見つけるよ、任せて。急いで。混乱するだろうし、すごく心配なの。怯えたり怪我してないか。大丈夫、見つけるよ。おじいちゃんはいないけど調べてみよう。噴水に成果？それだけじゃない。おじいちゃんのだ。他に手がかりは？どうも。おじいちゃんは見つかってないけど、手紙を見つけてさ。植物園のことが書いてあった。昔祖父母が週末に植物園で散歩してたの。多分そこにいるはず。おじいちゃんの吸入具だ。近くにいる。吸入具の中身を調べればおじいちゃんへの痕跡をたどれるはず。ナイス。どうも。植物園にはいなかった。でも吸入具を使って痕跡を見つけたから、きっと見つかるよ。あ、どうしよう。吸入具はおじいちゃんにとって灰同然なの。ここのとこ忙しくて、おじいちゃんの世話をまるで義務みたいに感じてたの。でもいなくなるなんて、一緒に過ごしたいだけなのに、私どうしちゃったの？自分を責めないで。責任を果たすのって楽なことじゃないだろう。君は君なりに頑張ってるさ。湖のそばにいた。ここで一緒に待ってるよ。本当に？今すぐ行く。待ってて。こんにちは。スパイダーマン。悪さはしてないぞ。何にもな。お孫さんが探してましたよ。わしの孫が？それじゃあすぐ戻ると伝えて。ここで妻にプロポーズしたんだよ。まさしくこの場所でな。世界一素敵なプロポーズ。告白の言葉は？プロポーズは動物園って決めてたんだよ。誰よりもこよなく動物を愛する女性だったからな。そりゃあもうドキドキしたよ。ミーアキャットのとこで言うはずが、わしと似てると言い出してな。一方わしは足がガクガクで目も見つめられず、そのままわしらは動物園を後にしてここに来たのさ。思い出すよ。妻は誰が見ても完璧な女性だった。
同時に不器用で、あの池に落ちそうになっとった顔からな。スパイダーマン、誰かを愛したことはあると思う多分ね。愛は美しい、この世界で何よりもな。少し話を聞いてくれるかな。わしも余命わずかだ。死ぬのはとても怖い。覚悟してたつもりだが、死を覚悟するなんて無理だ。だがここにいるとあいつもいるような気がしてね。あの日に戻った気持ちになれるんだ。緊張して汗だくになったあの日にな。あいつの目を見つめたあの瞬間、居場所を見つけたんだよ。あの日はそりゃもう緊張してね、諦める寸前だった。そして瞬きしてる間に妻は行ってしまった。気の毒に。孫がわしを探していると言っていたかな。会いに行くとしよう。やっぱりここにいたんだ。見失っちゃってごめんなさい。わしがふらふらほっつき歩いたせいだ。だがスパイダーマンが面倒を見てくれた。ばあさんの話にまで付き合ってくれてな。そうなの？ここおばあちゃんのお気に入りでしょ。ここで毎週末おばあちゃんとアヒルに餌をあげてるな。あいつらしいな。あいつはお前を心の底から愛していたよ。そうだね、分かってる。よくこう言ってたな。タシャ、サンドイッチ食べないならアヒルにあげてって。タシャ、お前はあいつに似て実にひょうきんだ。ねえ、それちゃんと許可取ってやってるの？マイク、マイク、息はしてるけど。病院に連れてくよ。やっぱやばい花火だったか。助かるかな。多分ね、気絶してるだけみたい。でも念には念をってね。ここはスパイダーマン。大丈夫、病院に行くだけだよ。それと一つアドバイス、ニューヨークでは無断で花火やると違法だからね。ああ、知らなかった。兄貴のレックスに捧げたんだ。数年前に亡くなってさ、花火が好きだったから誕生日に打ち上げたくて。そっか、気の毒に。んー、ほら、いい病院だからしっかり見てもらって。ありがとう。ああ、待った。あの花火がヤバい花火ならさ、あれ売ってた店調べてみたら、北にある2つの橋の間の鳩場にあった。どの店のことか分かった。調べてみるね。いや、マイクは病院だよ。花火を買ったお店を調べた方がいいって言われた。鳩場の？名案だけど気をつけて。2人が銃を持ってた。本物の銃。ああ、気をつけるよ。ありがとう。あのドラム缶の横気をつけろよ。ブツが吹き飛ぶや銭が入らねえ。ならお前がやるか。俺のことはほっといて銃を確認しろよ。いるらしいんだけど。あれ、もしかして。
レブ全然効かねえよ。花火は？火がついてる。川だ。投げ込もう。嘘。あと二つも？オッケー。あと一つ。やった。すっごく綺麗だな。誕生日おめでとう。今のあんた？すげえ。マイクも病院で見てるかな。レックスも喜ぶ。ニューヨークを楽しんでって。元気でね。やチーズ。挨拶はなし。ああ、自然体を撮りたかったのに。私、リアルな写真記者になりたいんだよね。街のありのままを撮るの。この写真みたいにピーター・パーカーが撮ったの。これは彼が初めて一面を飾った写真。私も一面飾りたい。わあ、すごい。よくこれ持ってたね。初の一面か。この写真撮られた時のこと覚えてる。ジェームソンさん、ピーター・パーカーです。写真を売る件でお電話を。先日叔父が亡くなってローンの支払いが。お前の私生活など知らんですね。今ビューグルの外でコーヒーを飲んでる。飲み終わる前に来られたら写真を見てやろう。一瞬でなくなるから今すぐ来い。そうは言っても今5番街で渋滞が。仕事が欲しいなら自分で掴み取れ。でも君はニューヨーカーか、それともマヌカなツーリストか。ニューヨーカー。行く手を邪魔されたらそこをどけと叫べばいい。おい、邪魔をされたら迂回しろ。こっちの方だ。ニューヨーカーなら道を切り開け。おい、俺がなぜ皆この街に住む。家賃が安いから、物価が安いから。いいえ、神に見放されたこの地獄は世界一の街だからな。やっぱ魚。言い訳は聞き飽きた。いいからとっとと来い。あー、くっさ。そんな、工事してる、間に合わない。ゴールを忘れるな、パーカー。すみません、通らせて。ニューヨーカーならば決してへつだったりするな。こういえ、邪魔だ、間抜け、俺様が通る。おい、間抜け。うわ、どうもすみません、通ります。おい、パーカー、日寄るな。堂々としろ、奴らに男を見せろ。はい、で、今なんて。ワシントンスクエアパークを突っ切ってこう。あと2、3口でコーヒーはおしまいだ。とっとと来るんだな。事故って死ぬだろうがな。死ぬ？ビビってる場合か。はい、強姦だ。よくあることだ、パーカー。ニューヨーカーの常識だろ。ニューヨーカーね。この町には大勢の人間がいるから、スパイディは手一杯だとよ。おい、手を出すな。なんだこのもやし野郎。君たち、もしかして間抜けたツーリスト？あー、冗談。生意気な口聞きやがって。こいつ、ほっちめてやれ。キモーター、取ってやる。おい、ブサメ。バンダナの下はきっとブサイクだろ。俺が生意気な口に余らせてやる。体がでかいほど太ってるって意味じゃ全然ないよ。やった、何気に楽しかったかも。平気？ええ、あなたのおかげでね。どうも。自転車までボッコボコか。もう、あ、写真が。これ以外はパーカー。おばさんのためにも
仕事見つけなきゃ。走れば間に合う。行くぞ。みんなどいて、ニューヨーカーが通るよ。ほらみんな避けて。お願い出て。どこにいるの？バカです。遅いぞ。一面を飾れるような写真を撮ってきました。自信満々だな。自信があるように振る舞ってるんです。ニューヨーカーでしょ。これはゴミだ。照明はフラット、構図も最悪。これじゃ原始人が撮った写真だな。しかも鼻血が出てる。ついてるな。明日の一面用に雲男の写真がいる。おめでとう。今日から専任写真家だ。本当に感謝します。後悔させません。ねえ大丈夫？5分以上それずっと見つめっぱなしだけどさ。なあ、うん。ねえ、ピーター・パーカーとの出会い教えてくれない？彼の真似はしない方がいいよ。自己流で行こう。でも一つだけ教えてあげられるとしたら、彼はいつも夢を追いかけてた。試行錯誤して諦めずにね。そっか、試行錯誤してみる。じゃあビューグル用のアクションショット撮らせて。あ、うん、もちろん。ここでいい。ジャンプするときシルエットが見えるように左見て。あ、わかった。任せて。オッケー、セット、ジャンプ。いいよスパイディ。それじゃあまたね。道開けて。ニューヨーカーのお通りだよ。ハワード。スパイダーマン。ハワード、ビジー、元気？ああ、どうにかね。ほら座るかい。どうも。それでたまにここで景色を眺めるんだ。フェリーが寄港した。ほら。うん。旅にでも出るの？こいつには乗らない。次まで待つよ。フェリーが好きだった。冒険気分を味わえるからな。ハワード？黄色い船が見えるか。そこが黒いのだ。悪くないね。最高の船さ。あのミツバチで冒険に出られりゃな。ねえ、どうしたの？あいつに乗って川を渡り、雲に隠れる古代都市の三本柱を目指す。ん？三本柱？右を見て、あの赤い光だ。あの三つの大きな煙突？なんで？あの工場で20年働いたが、リストラで目標を見失っちまった。女房が行っちまって心もなくしてな。でも鳩たちが飛び方を教えてくれたのさ。特にピジーがな。ハワード、僕にできることは？次が最後だ。自由の女神は見えるかな？ずっと左にいるはずだ。うん、いるね。見てな。なに、すごい群れが。手を貸してくれるかな。冒険に出ようと思ってね。だが先に鳥たちを離してやらにゃ。外の世界を見せてやるのさ。鳩を離すの？北に連れてってやってくれ、平和な場所に。気が進まないな。鳩はハワードの家族だろ。時が来たんだよ。口笛を。本当にいいんだね。鳩さん、行くよ。
新しい住処を思いつくまで川岸を進もう。バッテリーパーク、不運をするのにいい記念碑がある。でも世界を見せたいって言ってたな。他を当てろ。ブルックリンブリッジは景色もいいしさ。違う。うわ、ジェット気流。みんな羽ばたいて。ほら、ピジー、一回転してみせて。イエーホー。うちの近所の森っぽい場所は、ハリーと放課後によくあそこで遊んだな。僕なら気に入る。僕が鳥だったらだけど。すごい、レガッタだ。見に行こう。大丈夫、もうすぐ着くよ。ウェブウィング気に入った。ハワードの鳩に褒められると嬉しい。君らとの追いかけっこ恋しくなるな。クイーンズにならありそう。幼馴染とよく遊んだ場所ならフィジーたちが飛び回れるはず。そりゃ良さそうだ。どうもな、こんなに親切にしてくれたのはあんただけだ。いつでも行って。電車に乗ればハトたちにも会えるよ。ハトたちを連れてったらそっちに戻るね。ハワード、ほら、着いたよ。新しい家だ。ビジー、君がリーダー。ああ、ヘトヘトだ。電車乗って行こう。ハワードに会いに行こう。寂しがってるはず。まさか、ハワード。自然史の…やあ、スパイダーマン。あ、ごめん。友達で。ゆっくりお別れをして気休めだが、その安らかに行ったみたいだ。よかった。奥さんと冒険に旅立ったんだね。心配しないで、鳩は自由だ。すみません、落書きされたって、うん、ああ最悪だったけど、上から絵を描いてくれた人がいてな素晴らしい絵で今は最高さこんなに商売が花開くとは本当最高。そのアーティストにお礼を言っといて。うん、お、いたぞ。自分でいいな。へい、どうも、手伝ってくれてありがとう。
すごい。君って本当に最高。ねえ、ちょっと待って。ここには子供たちへの花を買いに来たんだろう。デリバリーしてくれるかな。デリバリー完了。ほらね、簡単。子供たち、秋の太陽ブーケ気に入るかな。ヘイリー・クーパーからのメッセージを読み上げます。病院の子供たちがお花喜んでた。ありがとう、マイルズ。また僕だってバレてたの？お花にミュージックマンの注文って書いてた。バレバレだよ。そっか。まあほら、君の子供支援を応援したくて。素敵なことだしさ。ありがとう。あなたもとても素敵。またね、ミュージックマン。どうも。誰？聞いたことのない声ね。あ、スパイダーマンです。あ、気づかなくて。アルマよ。どうも、はじめまして。何にお困りですか？実はね、うちの庭にモンスターがいるらしいの。何かを引っかく音がするの、夜になるとね。犯人は例えば野良犬とかネズミかも。私はアレルギー持ちだから、犬なら遠くにいてもわかるわ。ニューヨークにいるネズミだってさすがにあんなに大きいはずないわよ。他にモンスターに気づいた人は近所にいますか？介助犬とか家族は？私だけよ。家族はいないし、知り合いもいない。介助犬もいないわ。アレルギーがあるでしょ。何にせよ追い払いたくて。オッケー、調べて正体を突き止めます。お願いね。修繕費用はこれ以上出せそうにないのよ。年金暮らしだしね。絶対動物。いや、汚い。分子の査定スタート。なるほど。いや、これじゃダメだ。違うよね。無生物？意味不明。痕跡をたどってみよう。森から現れたのか。ここで途切れた。近くに手がかりないかな。期待できそうだね。金属を引き裂く力を持ってるってことか。最悪。またべっとり。何にせよ、いろんなものを垂らしすぎ。うえ、派手な痕跡残してるな。巨大猫にしては重すぎるけど、猫並みに飛べるのか。近づいてきてる。
どこに行く気なんだろう。ガンケなら何か知ってるかも。はい。ガンケ、クイーンズのモンスターだけど、ハンターのビーストだった。でも襲ってこない。やべ、ハンターのビースト？例えばハッキングして情報ゲットとか？脇に何か刺さってる。矢かな。よしよし、痛くないよ多分ね。君鉄の塊だしさ。なんかんけん、なんとかして。だよね。オッケー、急いで。できた。一体どうやったの？それはほら、切羽詰まりまくっちゃってさ、ランダムに犬の動画を10億個パターン認識にダンプしたんだよね。さすが。ところでこの子どうしよう。危険かな。ああ、しつけする。ほーら、樽で遊ぶ。よし、いい子だね。追いかけっこは。よし、いい子だ。行け。こっちは今のうちにメモリにアクセス。うわ、ログが破損データだらけだ。矢のことだけどさ、なんでペットのロボットを撃ったんだろう。射撃の練習とか。調べてみる。君、名前はあるの？名称 F1D0。 ファイド。ハンターにしてはユーモア溢れてる。サーバーにログのキャッシュがあるな。覗いちゃう。ファイアーウォールは信用してるの？音声再生ダウンロードするくらいには。邪魔すんじゃねえこのクズ。あいつは裏切り者だ。私はただ任務を果たしただけだ。欠陥品のゴミが戻ってこい。敵のお出まし。きっとログが追跡されたんだ。いいこと。暴れないで。ステイ。お座り、お座り。止まるようにコマンドを送って。マニュアルオーバーライトできない。一度行ってみたかったんだ。しっかり怯えてるんだ。どう見ても怯えてるね。あの音声のせいかも。抑圧された記憶って厄介。飼い主が撃った臭い。殺人隠蔽のため。ハイド、待て。あー、また教会はダメ。あー、いたか。おいで。爆弾やめて飛ばしておけばよかったんだ。よし、おいで。敵に渡すわけにはいかない。ゴトリ欠陥品のゴミでも。君がファイドを怖がらせてたの。もう食だ。ハイドは君に懐かないよ。片付いた。ワイド、ほら大丈夫。もう怖くないからね。さ、矢を抜いてあげる。オッケー、見せてごらん。チクッとするよ。いい？いい子だね。マジ平気なの？ありとあらゆる犬の動画でしつけしたんだから絶対大丈夫。お前はいい子だろ。ほーら、いい子だね。念のためメモリは動画以外消去しとこう。スパイディの記憶も残しとく。さすが。どうも。スパイダーマン？一人じゃないの？ワンパク坊やも連れてきました。いやだ、アレルギーが。
大丈夫、介助犬が飼えないって言ってましたよね。でもこの子なら平気。一応犬ではあるけど、この子は金属製です。アレルギーも平気。メモリに介助犬の動画も数百本アップロードしました。本当に？この子はまるで神様の恵みね。介助犬として登録できるようにこの子をセンターに連れて行って訓練してもらうわ。あら、もうお手伝いしてくれてるわ。ありがとう、スパイダーマン。アディオス。